はい、こんにちは、ブルーホースです。ということでね、本日もやってまいりましょうか。バイオハザード6。意外とここに入ってきたところすぐっていうのはあんまり調べたことがなかったんでね、まあなんとなくやっていこうかなと思います。セロハンテープ。アメリカにもこれと同じようなものってあるんだ。日本と同じようなものがあるんですね。それは、知らないのか、知らない。ってことで、ここ行きたいけど、Shit, it's locked. 無理っすね。はい、残念。Just find another way through. Get through. じゃあ、降りていきましょう。で、こっちは、さあ、急な画面が、画面視点変更。Now. よし、オープンセサミ。これさ、先に潰しておくことできんのかな？めっちゃブレる。無理っぽいね。そうなったらもうこれしかないよ。ダッシュ、オー！ We've got to make it to that elevator! Run! OK!何 I don't have time for your games. ちょ待って、なんで怖い、怖い。あ、ちょっとさ、うっそー。なぜ2回もしびれちょんぱ。マジかよ。うーわー、なんか、ちょっと。なんかショックだった。シンプルにショックだった。今のでやられるっていう感じだったけど、いや急げなきゃいけないって言ってるやつが全然来てないけど大丈夫。へそ出し巨乳ちゃん全然来てないけど大丈夫。慎重に。ナンバージロジロバイオハザードでね、なんかここでね、もういろいろアイテム拾わされるっていうシーンで、なんかボスでも出てくるんじゃないのって思ったらね、いっぱい出てくるのルンバだからね。あ、救急スプレー。どうしよう。救急スプレーは、でも、まあ別に救急スプレーっていうほどのもんでもないか。よし、じゃあオープンセサミ。やばい、くしゃみ出そう。押さえて。で、ということで入っていきましょう。あ、今、レオン、パイチラした。パイチラ、レオンがパイチラおかしい。で、向こうサイドにも、セクシーじゃね？いや、ちょ、銃を出してくれない。セクシー、あなたはセクシー。よし、上。ほんと、その男って体当たりする。で、こっちら、これだったっけ？すげえ暗いけど。一応ね、動画を出すときにも、動画出すときにもね、一応ね、加工はしてるんですけど、これ自体の画面もね、相当ね、マックスに明るくしてはいるんですけど、で、あれ？こっちだっけ？はい、聞こえてます。I'm trying to get the lockover for you, but the security's pretty tight. I'll keep trying to hack it, but see if you can bypass it manually. OK. え？これを？あれ？ちょっと待って。あ、お前がやるんかい。はいはいはい。じゃあちょっと待って。そうか、あなたがやるんだったんですね。よしよしよし、いいね。あ、ちょっと待って、セキュリティエラーって。遅い。ヘレン、急いで。そして近い、おいで。ルンバ。あ、いて。なんだ。You're doing well. おいで。Security breach detected. あ、やばい。ちょ。よし、オッケー。はい。向こう行って、シッシ。向こう行って、あ、なんかめっちゃごっつい、タイラントみたいなゾロ。あっち行って、シッシ。あっち行って、シッシ。はい、向こう。オッケー、これで終わったんちゃう。OK、あっち行って、シッシ。あ、ちょっと待って、なんか向こうの方が早い気がするぞ。大丈夫か？あっち行って、シッシ。あ、よし、行った。これでクリアちゃうか？勝った。よっしゃ。やめんな、畜生。We're clear.
Let's go after her. こんな攻撃的。あれなんかすごい向こうが。激おこペンペン丸になってる。あ、ショットガン全部使い切ってる。あ、ショットガン使えばよかったな。あ、しまったな。まあ向こうでなんかちょっと暴れ頑張ってるけど。まあ勝利の雄たけび。うぅ。あ、しまってる。あれ？しまった。あ、これでもしかして念願のいけるんじゃね？あ、これでもしかして念願の、うん、あれちょ待って、あ、いたいたいた、ヘレナ、ちょっとヘレナ、ヘレナ、ご褒美、思ったほど、あー、こういうムッチムチなの好きな人もいるかもしれないよね。ただな、顔がキリッとしすぎててね、いい意味で整いすぎてるって感じだよね。じゃあ降りましょう。あ、でもめっちゃ叫んでるけど、降ります。よし、走る、俺たち。エイラ、ストップ。エイラ、We have to talk. Sorry, not in a talking mood. いや、走りたいか走る、あ、間違えた。喋りたいか喋りたくないか。うえい。気分の問題なのか。走り方がすごい可愛いんだよね。めっちゃブクブクブクしてる。この武器って2つあったんだね。武器というかフックショットというか。ちょっとその前に回復しとこう。あ、ちょ、エイラ、ストップ。かわいい、かわいい。そう、やっぱあの、じらせばじらすほどね、うん、あの感度が高まっていくっていうね。何の話やねん。あそこにいるのか、ちょっと覗いていいよ。違う、これほんとこのビハインドハクションマジでいらないんだよな。あ、ちょ待って、いる？あ、いるね。めっちゃ待ち構えてくれてんな。ほんで、ゴリラパイセンは？ゴリラパイセンいないね。じゃあまあいいや。ロジャー！オープンセサミー！お、逃げた逃げた。あれ、いつの間にか現れてる。あ、それ俺が来た道じゃね？さあ、バイオシックス史上、一番かっこいいシーンだよね。感動シーンはやっぱね、ピアーズくんが隊長を見よう、自分の身を挺して体調を守るシーンだけどね。だと思うけど、まあ皆さんどこで感動するかね。よいしょ。さあ、ここでゴリラ vs 人間。そりゃゴリラに軍配が上がるよねっていう感じだな。意外と技巧派なんだよね、クリスってね。パソコン扱えたりね。うん、おっと、ペペペペペペってやって。What are you doing here? このクリスってなんとなくさ、こう、ファイブのレオンと、あ、レオンじゃねえや、あのクリスと比べたらなんかしぼんでる感じするけど、実はファイブの、ね、ファイブのゴリスは98キロで、うちのクリス100キロあるっていうね、2キロ増量成功してるんですよね。なんか自分が筋トレ始めてなんかやってみて思ったけど、やっぱね、体重増やすってすごい大変なんだなと思った。体重がうまく増やせないと脂肪ばっかついてぽよぽよになっちゃうし、かといってね、減量進めていったら筋肉がつかなくなっていっちゃうっていう感じになるからね、すごいね、難しいところっすよね。さて、この睨み合いをしている最中、ちょっとでも目を離して隙を作ってしまうと、そう、この女はしたたくね、見逃せない。よくよく考えたらさ、カーラ・ラダメスってさ、あれだよね、普通にその中身じゃない、見た目がエイダになっただけじゃなくて、中身もエイダっぽくなってさ、ただの研究者なのにこんなアクションが行えるって冷静に考えたらすごいよね。本来外見だけだもんね。あ、でもさ、シーウイルスから生まれてるから、そっか、ウイルスの影響で身体能力が上がってるって、そういう考え方になるのか。そういうことでいいのかな。え、違ったら超恥ずかしいんだけど、今の考察。だって普通の研究者がね、穴ね、ピューなんてできないでしょうね。で、バイオハザードあるある、一回呼び止める。うなずかない。ゴリラにうなずくという技はないんでゴンス。
I trust him. Trust him. Come on. ここに来てなんとなくね、そのちょっとずつちょっとずつそのこの二人の絆はなんか深まってってるって感じなんですよね。あれ、このチャプターってあと何だったっけ？もうあのなんとかタワーに行くんだったっけ？これ戻ってる。こっち行ったところで、あ、そうだ、あのなんかモニタールーム的なところに何があるんだろう。それは知らんかったところの、これ何気に、あ、サーバールームだ。あ、救急スプレーあるんだ。知らんかった。あーはーはー、どうしよっかな。じゃあ、あー、それだったら上のあれだね。拾って、あー、でもハンドガンの弾意外と使ってんな。他がね、先にこっち消費すっか。こんなとこにブレーカーあるんだ。ちょっとあまりにも野ざらしすぎないか。降りて、はいはいはい、レオン、ヘレナ、カムイン。はいはいはい、If Sherry's intel is on the money, Simmons should be just up ahead. あー、了解でございます。ハニゲダウ、はい、ハニゲダウ、ハニゲダウ。こんな武器いっぱい試させられてるってことは、まあ出てくるよね。スペース。It's up to you now, Chris. クリスがこっから出てったってあなた分かってる。それはそれで素晴らしい。あ、なんかアイテムいっぱい拾って飛ばせてくれる。オッケーオッケー。よし。おい。何が？ Our target is Simmons. そうそうそう。Always has been. You don't regret not following her. 大丈夫大丈夫。We'll have to worry about Ada later. どうせ本物と後で会えるから。Right now, we need to focus on Simmons. Focus on Simmons. Let's go get this son of a bitch. そうね。あなたの復讐を果たす方が先だからね。おー、高層ビル。中国ってやっぱ高層ビルいろいろ建てようと狙ってんのかね。オープンセサミ。よいしょ、よいしょ。さあ、ムービーシーン。Simmons. 今回の6のいいところはそのハンドガンとかも固定だからさ、あのムービーシーンになってもその武器持ってないやんけーっていうのがさ、5と4とかだったらあったけど、それがなくて済むからいいよね。ムービーとその現装備が合ってるというか。いらないことまで吹き込まれたのか。全然答えてくれない上司っているよね。なんかちょっと前にツイッターでさ、その自分の指示がなんか部下にうまく伝わらないみたいな悩みを抱えている人が、その文章で口頭でいつも伝えてたのが文章で伝えるようにしたら、なんかうまくこう指示に従ってくれるようになった。やっぱり伝え方ってその自分の得意不得意、相手にとってどう受け取ってもらえるかどうかの違いってすごく大事だなみたいな話があって、なるほどなってすごく思って、うん、僕なんかはその文章とか図式化するのってすごい苦手だから、言葉で伝える方が人にこうなんか受け取っていただきやすいっていう、ね、感じがするんですよね。すごいそのウェビナーとかプレゼントした時によかったっていう当時にあるけど、でもね、提案書とかを書くとね、社内でズタズタに言われる。何を言いたいのかわからんみたいな。まあそんなもんですよね、世の中ね。ところで一気になるんだけど、このシリってさ、ノーブラなんじゃなかった？こっちが映ってるはずだけどね。本来は外の連中に伝えろ。何を？そうそう、今みたいな抽象的なね、あの指示を出すのは良くないって。いや、そんなことやってるからこうやってあの裏切られる、裏切られるというか、あの隙を突かれちゃうわけですよね。え、まだまだだよね。さてさてさて、まあ、ちょっと気になるところではあるんですけど、あのボス戦をやる前にね、一旦このパターン区切ろうと思っていますので、はい、まあ、あの次回パートでね、また楽しんでいただけたらというふうに思います。ボスに特化したパートを作ろうと思いますので、ぜひ、ね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、明日からの動画をお楽しみにいただけたらというふうに思います。ということで、ね、本日の動画は以上とさせていただきます。
もうちょっとあのスムーンズって離れていくシーンをね見て見届けて終わりにしましょう。はい、ということでね、まあ、無限に続く列車編ということでね、終わりにしましょう。これこそまさに無限列車編だっけ、なかったよね。はい、ということで以上でございます。ではまたお会いしましょう。バイバイ。